変わりまして、本日の水波視聴杯予選で土曜日最後のセッションを迎えていきます。シニアマックス AB グループによる7分プラス2周のラストレース。さあ、それではこの AB グループスターティンググリッドです。ポールシッターにはゼッケン9番のクインテンルー、アウト側にゼッケン22番が市宮宗太郎、3番手に酒井龍太郎、4番手玉橋優月、5番手の菊池明典、酒井亮が6番手、中井優斗、岡本淳二、吉田俊明、中島志音、鈴木時也、中島レオン、白鳥瀬名、ポンセイヤ、伊藤風馬が15番手、成宮修馬、そしてチャウジーハン、シン・ガオン、キム・シウが19番手で、井上龍太、三山雄星、最後尾22番手からチャン・ジュンハオと、22台での AB グループ、各グループ3度目の予選セッションを迎えていきます。時刻は3時18分を迎えまして、日も傾き始めてきましたか。さあ、タコツボあたりも日陰が伸びてきまして、ここは路面温度も下がっていきそうです。さあ、遅れていましたゼッケン51番の伊藤風馬もグリッドに戻った。今誘導ラインからエビガート、スタート直後酒井亮が目の前、優月の後ろ追突していったでしょうか。大きなクラッシュになりかけたところ、優月もうまくここはマシンをコントロール、クラッシュは避けました。さあ、ここまでの2回の予選すべてスタートを決めていった酒井亮も、この3回目は優月の後ろにヒット。さあ、まずはスタートが切られまして、クインテンルーを先頭に酒井龍太郎が2番手、菊池明則が3番手と、イン側スタートが上位、フロントローアウト側2番手スタートの市宮は4番手、さらに中井優と土師だと続いていきまして、玉橋と酒井ですが、やはり少し遅れましたか。さあ、オープニングラップから2周目、依然クインテンルー。さあ、今その玉橋優月と酒井亮ですが、この辺りが鈴木時也の後ろにいますか。さあ、今年は OK キャンプ、さらには GPR とビッグタイトルをダブルで獲得しました鈴木時也。先月10月にはイタリアで行われた FIA ワールドカーティングチャンピオンシップにも参戦をしておりましたが、そのイタリア帰りの時は、今日はここ水波での視聴杯ということで、ちょっとここまでスピードはあるもののなかなか噛み合ってはきていない時ではありますが、予選3回目ここに来て徐々にポジションも上がってきたか。さあ、まずはここまでトップで3周を終えてきましたクインテン、さらに後ろに酒井龍太郎、3番手に市宮宗太郎も上がってきたか、菊池が下がって4番手、5番手に土師田、その後ろに鈴木時也の姿があります。
さあその時矢がここまではファーストベスト45秒508、全体ベスト。その時矢の後ろに柚木、中井優と酒井亮、そして中島紫音がいるか。紫音、岡本、そして白鳥瀬名というあたり。これで4周終了、5周目に入りまして、再び6番手の鈴木時矢がファーストテスト、自身がマークしているファーストテストを更新です。さあ現在ここで時矢は単独ということで前の土師田を追いかけています。一方の前土師田は菊池明憲の後ろということで、さあそろそろこの4番手争いが2台から3台へと膨れ上がっていくのか。前はトップ3、ここはバトルなくクイーンテン、ルータロー、そして市木屋というオーダーでしたが、6周目の2コーナーついにここで酒井ルータローが動いてきた。トップクイーンテンをかわしましてルータローが前に出る。龍太郎、クインテン、一宮というトップ3、その後ろで菊池が近づいてきます。さあ前でバトルが始まってきまして、菊池、土師田、さらには鈴木時矢も加わって、先頭集団6台連結してきた。どんどんとマシンが連結をしていきます。さあその集団に今度は7番手玉橋優月も近づけるか。優月が近づくと中井優と中島紫音といったあたりもくっついて、これで先頭集団は9台ということになりそうです。5コーナーでは菊池の横、土師田、さらに鈴木時矢が飛び込んだ。タコツボの折り返しでもまだ菊池が狙っていく。さあトップ争いもこちらまた顔が変わりまして、龍太郎をかわしてクインテンが前、さらにはクインテンに続いて一宮宗太郎が2番手、龍太郎が3番手に一時は下がっていく。これで7周終了、8周目、残り時間は1分半です。残りは1分30秒。5コーナーのブレーキング、インサイドに並んでいこうかという龍太郎を、宗太郎がここはインサイドにマシンを持ってにカバーしていく。その間に立ち上がりからタコツボ、ここで鈴木時矢が酒井龍太郎をかわして3番手に上がってきました。さあじりじりとこの予選3回目の日予選で鈴木時矢が牙を剥き始めてきました。先頭集団トップ3、前3台に顔を覗かせていきます。さあこの先頭集団も残り1分を切って、この終盤ついにグループが離れてきました。4台5台というパックに分かれていく。クインテンルーを先頭としたまずは4台のトップ争い。クインテン、一宮、鈴木時矢と酒井龍太郎という4台、間が空いたのはセカンドグループ5番手で、今は土師田でしょうか、土師田俊明がセカンドグループリーダー5番手、土師田、柚木、紫音、そして菊池の横に中井優斗が飛び込んでいった。
さあこれで AB グループの予選も残り2周です。残り2周クイーンズ10を先頭に残り2周、この残り2周で鈴木時矢が2番手に上がってきた。さあ一宮をかわして5コーナー、ここのブレイキング勝負仕掛けていった。クイーンズ10の前には立ったが後ろ2台が逆に前に上がっていく。時矢が止まりきれず、クイーンズ10をそこに追いやりながら逆にインサイドを一宮と龍太郎が飛び込んでいく。残り2周となって、さあ先頭集団がバトルを始めてきた。12の立ち上がり、12の立ち上がりでクイーンズ10が一気に加速。これで一宮を先頭にラストラップ、一宮クイーンズ10、時矢は3番手、時矢は3番手、4番手龍太郎の横に2コーナー、ここで同志田が飛び込んでいったか。さらに同志田と後ろシオン、龍太郎はゆずきにもかわされてポジションを大きく落としてしまっている。トップ一宮宗太郎、後ろ2番手ルートの感覚はまだ若干ある。さあルート時矢の2番手争いは11コーナーから12コーナー、ここからの加速勝負。ルーが前、クイーンズ10が前、その前にはトップ一宮宗太郎がまずはチェッカーで帰ってくる。この AB グループ最後の予選ヒート、一宮宗太郎がトップチェッカー、2番手でクイーンズ10、鈴木時矢は11番手からのスタートながら見事3番手までポジションを上げてきました。4番手に吉田俊明、5番手中島志音、玉橋優月は6番手、坂井龍太郎は結果7番手です。中井優と菊池明則、坂井亮というトップ10でシニアマックス AB グループ今日の予選終了です。